先月、大分市で開かれた戦争と平和をテーマにした展示会です。会場には特攻隊員の写真や遺書などが展示されていました。あの時代がいかにね、若者たちを戦場に駆り出したかっていうことね、でこれをぜひ、まあ、皆さんの、ね、目に触れてほしいなと思ってですね、資料をお借りしてきて。展示品を貸し出したのは、大分市上野が丘にあるよかれん資料館です。よかれんとは、海軍飛行予科練習生のこと。少年たちを戦闘機の搭乗員として養成する制度で、予科練を経て特攻隊員となった人も多くいました。この資料館が開設されたのはおよそ30年前。元特攻隊員の川野喜一さんが自宅の地下を改装して作りました。こういう、まあ、資料館を作って、多くの方たちにですね、見ていただいて、二度とこういう悲惨な戦争を、まあ、起こさないような平和な国を作っていきたいと。長年来館者に平和の大切さを訴えてきた川野さんですが、去年8月95歳で亡くなりました。現在資料館は休館していますが、息子の高安さんは来館の要望があれば資料館を開け、父の思いを次世代に受け継いでいこうとしています。資料館を整理する中で、これからじわじわとまた再度父の思いが伝わって、見学される方に少しでもまた説明ができればいいかなとは思っておりますね。この日、一組の親子が資料館を訪れました。福岡県の須川川合さんと小学6年生の龍志郎君親子です。館内にある写真に写るのは、川合さんの祖父の高木忠義さん。特攻隊員でしたが、突撃することなく終戦を迎え、73年の人生を全うしました。そんな祖父について調べ始めた川合さん。きっかけは、生前に戦争の話を聞けなかったという後悔でした。何か伝えたいことがあったのかもしれないっていう、その後悔があります。本当来てよかったと思いました。祖父の遺品を整理する中で、よかれん資料館のことを知り、これまで見たことがなかった祖父の写真などを見つけました。今回は家族のルーツを知り、平和について考えてほしいという思いで、龍志郎君を連れてきました。もう終戦になってなかったら、もう自分たちももしかしたらいなかったかなって、ずっと平和の方がいいって感じですね。戦後77年、戦争経験者が少なくなる中、大切に保管された資料も、今を生きる私たちに平和の尊さを教えてくれています。